はい、皆さんこんにちは、スタジオマニさんです。いつも私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。本日はね、ガーデンシュレッダーでね、この前切った枝たちをね、チップにしてもう捨てちゃおうと思います。はい、ほんで本当だったらね、下のボックスに袋をねかけれるんですけど、かけるためにね、引っ掛けるね、棒みたいなのがあるんですよ。でそれをちょっとね、お家に忘れて切っちゃったので、もうね、もう取りに帰るのもめんどくさかったので、もうそのままね、切ってます。でちょっと今つながってるんですけど、これはね、歯とね、壁の間が、隙間がねちょっと空きすぎてるんで、ちょっとね皮でつながってるって感じなんですけど、ちょっと狭めたらね、無事にちゃっちゃちゃっちゃねチップになりましたので、ちょっとね今狭めてやってますね。はい、そんでですね、このね木がねどんぐらいの量があるか言うたらですね、前の動画をね見てほしいんですけど、ガーデンカッターのねバッテリーのね容量はみたいなね、そういうやつあげたんですよ。ちょっと概要欄に貼っとくんですけど、その時にね切ったね木たちですね、これね、うん、割とね大きかったよ。はい、ほんでまあそのぐらいのね木の量をですね、まあガーデンシュレッダーにかけて、そしたらね、ゴミ袋ね何個ぐらいになるかないうのをねちょっとねやってみたかったので、ちょっと今やってるっていう感じなんですけど、でゴミ袋のね大きさはね45リットルですね。うちね45リットルのねゴミ袋よく使うんですけど、なので45リットルのゴミ袋、はい、を使ってます。はい、で去年ねこれガーデンシュレッドを使った時は、畑の横にね枠してその中にね溜めてたんですよ。で栄養に土になるかなと思って、なんだけど1年じゃどうもねなりませんね。多分あと 1,2 年はかかる。なのでもう土買った方が早いって思いましたね。それをね栄養に土にして、でその上にねなんか植えてみたいな感じでね、ちょっとね夢を描いてたんですけど、ちょっとね1年じゃね、このチップにしたところでもう土にはなんなかったですね。なのでただの邪魔で仕方がなかったね。ちょっと汚いしね。なのでね、もう今年はねパッと捨てた方がいい。ほんでこれね切った次の日に畑に来てるんですよ。でその方がね虫もね湧かないね。うん、これはいいなと思いました。ほんで気候もね寒くなってからの作業ですので、虫はねいません。はい、蚊もねおらんくなりますからね。うん、で蚊がおらんくなったらやっとこういう作業がね心置きなくねできます。まあね、まあ僕が思うにね、秋のね蚊はねひどいよ本当に。ね夏の蚊とねわけが違うね。もうやつらもね必死だからね、もう寒うなる思うたらね吸うちゃろ吸うちゃろ思ってねやってきますね。なのでそいつたちが出てこなくなってからねの作業がね本当にいいね。うん、なので大体ねちょっとね寒くなって、寒い言うてからなったぐらいの時にね大体ね木のね伐採にしようかなってなるんですけどね。はい、言うてね、まあそうこうする間にね割とねシュレッドできてきたかなっていう感じですね。うん、割とねちゃっちゃかちゃっちゃかいくでしょ。今ね大体ね6倍速ぐらいでねこの動画ね流してるんですけど、作業時間的にはねどれぐらいなんだろうな、30分か40分かいうぐらいですからね。うん、ほんでまあ初日もねそんなに時間かかってる、まあ1時間くらいかな。まあね気分転換にね畑に行って、よっしゃ木切ろういうぐらいでね気分転換でねやりたいので、まあそれぐらいねかかるんですけど、まあそれだったらねまあ一気に行ってねまあ切るのに1時間ぐらいかかったでしょ。でこのシュレッドに40分でしょ。まあ2時間あったらね多分ね1日で終わるねまあなんだけど、まあ、僕はちょっとねのんびりやりたいからまあ2日に分けてね、うん、やろうかなっていう感じだったんですけどね。うん、でまあそうこうする前にね最後のね木が入りましたかね。うん、まあこんなもんですかね。
はい、じゃあね何個袋になったかちょっと見てみましょうかね。はい、それではですねちょっとね持ってこようかと思うんですけど、あのちなみにねあっこの上にあの木がねあのあるんですけど、あれはねガーデンシュレッドの中にね入らなかったちょっと太めのやつね、うん、あれだけ入りませんでしたね。で入ったやつがねこれ 1,2 でしょ、うん、ほんで 3,4 でこれ以上ですね。はい、あんだけねわっさーってあったのがこんだけになりました。まあねあの置いてからね置いとったらほんまね虫が湧いたらねもう最悪ですからね、もう虫が来る前にちゃっちゃとねあのガーデンシュレッドにかけて捨てればよかったなと思いましたね。はい、まあ今日はそんな感じでねあんだけの木がシュレッドかけたらこんぐらいになりましたということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。